日本の空港。日本の空港では、日本国内における公共のように供する、飛行場である空港と、その他の飛行場を、合わせて、空港等について述べる。日本の空港は、空港法に基づき、空港の果たしている機能と設置、管理主体によって区分されており、基本施設、滑走路、誘導路、着陸隊、エプロン特待施設、排水施設、照明、護岸、 道路、駐車場などの工事費用や災害復旧費用の負担ルールなどが定められている。また、旅客ターミナルや貨物取扱施設、給油施設などは、空港を設置する国や地方公共団体が建設、管理するものを指定して行わせることができる。2013年には、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律、 民活空港運営法が制定され、国や地方公共団体が設置している空港の運営を民間事業者に一体的に行わせることが可能となった。空港の区分は2008年の空港法改正により、それまでの第一種空港、第二種空港、第三種空港から変更され、次のように区分されている。各区分の空港名と位置は空港法と、 空港法施行令で定められている。国際航空輸送網または国内航空輸送網の拠点となる空港で、航空行政上拠点空港と呼ばれる。会社管理空港、国管理空港、特定地方管理空港があり、2008年の空港法改正までの旧第一種空港、国際航空路線に必要な飛行場と旧第二種空港、 主要な国内航空路線に必要な飛行場が該当する。国際航空輸送網または国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港で地方公共団体が設置、管理する。基本施設の工事費用は国と地方が100分の50ずつ負担。付帯施設は地方公共団体が負担するが国が工事費の100分の50まで補助することができる。 北海道、沖縄、奄美地方、離島の空港については、空港法や地域特別法などにより、国が負担、補助する工事費の割合が高くなっている。旧第三種空港、地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場に該当する。54カ所、上記の区分のいずれにも該当しない空港。ただし、この内青空港は、当分の間、 国管理空港とみなすとの経過措置が設けられている。7カ所。自衛隊の設置する飛行場もしくは在日米軍が使用している飛行場で公共のように供するものとして政令に定める空港。自衛隊の設置する共用空港のうち5カ所については空港として使用するために工事する場合は、付帯施設の工事費用は全額を国が負担し、基本施設は3分の2を国が 3分の1を地方公共団体が負担する。このうち北海道の空港については、基本施設の工事費用に対する国の負担割合が100分の85となっている。8カ所。空港以外の施設には、航空法に基づき国土交通大臣の許可を得て設置する次の飛行場などがある。共愛かつ急瞬で当初の多い国土を有する日本の 空港は海外の機関空港に比べて国土面積あたりの数が多く規模が小さい傾向にある。このような中規模クラスの空港は比較的市街地から近い距離に配置されており利用者の利便性については優れているがその反面需要の集約ができず就航路線の採算性が低下する側面も併せ持つ。日本の空港の着陸量は世界で比較的高い水準にあるが 利用料の多くを直接負担するのは航空会社である。一方、欧米の空港は乗客が支払う施設利用料が高額に設定されて、おり空港利用料の大半旅客が直接負担する。一部の空港では正式な名称とは別に愛称を付与している。空港名に付記したカッコ内の故障は通称愛称などである。新千歳と札幌の両空港、飛行場は 運航会社により、マルチエアポートとして対応がなされている。東京と成田の両空港は、国際航空運送協会、IATA 公認のマルチエアポートとして対応がなされている。栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県には空港が存在しない。中部と名古屋の両空港、飛行場は、IATA 公認のマルチエアポートとして対応がなされている。 山梨県、岐阜県、三重県には空港が存在しない。大阪、関西、神戸の関西3空港は IATA 公認のマルチエアポートとして対応がなされている。滋賀県、京都府、奈良県には空港が存在しない。広島と岩国の両空港、飛行場は個々の運航会社、または企業グループによりマルチエアポートとして対応がなされている。 福岡、北九州、佐賀の各空港は、個々の運航会社、または企業グループにより、マルチエアポートとして対応がなされている。自衛隊、在日米軍が使用する、いわゆる軍用飛行場、三沢飛行場などの軍民共用の飛行場も含む、空港名に付記した、括弧内の故障は使用者による、故障、基地名を示す。また、 括弧内の使用者略称は以下の判例をもって示す。ハ港、ミナと廃止後の跡地は再開発、転用されたもののほか、場外離着陸場として航空機の離着陸の機能を残しているものもある。2016年現在、沖縄本島キャンプシュアブヘノコ、普天間飛行場機能の移転を除き、新規建設中の空港はない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。